何か質問もしくは何か伝えたいことがある方いらっしゃいますか。はい、明日誕生日なので桜子お誕生日おめでとう。明日誕生日、1月30日が誕生日。あ、じゃあ、1月30日桜子お誕生日おめでとう。おめでとうございます。明日いい誕生日にしてください。ありがとうございます。いい誕生日にしてください。高2でもうすぐ受験になるので、受験頑張れる胸キュンゼリーをお願いします。絶対言われて間違えてんじゃん。これ林健人君じゃないんだよ。だってブルーはだって何、受験を頑張れる胸キュンゼリーそんなものはない。今前にいるね、マスコミさんというね、記事を書く方がね、ずっとこうやってこう、お願いします。胸キュンがわからないもの。48歳だよ。ちょっと待ってよ。でもともかさんでしたっけ。ともか受験頑張って合格したら一緒に嬉しいと。支えますよ。支えるよ。じゃあ合格してね、頑張って答えます。ムロツヨシ好きな食べ物は生姜焼き定食です。おかしいよ、好きな食べ物を言っただけで拍手は。かわいいな、最後の質問、好きな食べ物なんですか。わー、逆に響くよね。困ったんじゃなくて、そこかっていうね。ありがとう、学生の皆さんね、本当にありがとう。